こんばんは、トガシビの動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は静岡県に来ておりまして、静岡でこちらのお店さばやかハンバーグさんに行きたいと思います。さばやかハンバーグさんはミディアムレアぐらいでできてきて、こう目の前でですね切ってそれをジューッと焼いてくれるような感じで、前からですね来てみたかったんですけども、今回初めて行ってみたいと思います。このげんこつハンバーグで有名なさばやかハンバーグさんです。今回初めて行きましたので、まずはメニューを一通り見てみました。おつまみ系のメニューやサラダなどもいろいろあるようです。こちらがハンバーグのメニューです。どれにしようかなと迷っておりまして、まあステーキとかもあるようでして、いろいろあるけど俺は初めてだからこれ。今回は初めてということで、これが一般的なメニューなのかなと思って、手作りハンバーグ、これを注文してみました。サラダ、トマトサラダです。こちらを食べてハンバーグが来るのを待っておきましょう。これもいい感じのドレッシングの味付けで美味しかったです。グッドポーズ。あと半分ほど立てていただいていいですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとおかけしてもよろしいですか。はい、お願いします。はい、下の紙を半分立てて飛ぶのを抑えるようです。ソースの羽が収まりましたら、はい、ありがとうございます。鉄板の熱いのでお気をつけください。はい、どうもありがとうございます。さあ、じわじわと音がしておりまして、この音がものすごく美味しそうです。もうこの時点で何度か行かれたことがある方は分かっていただいているかもしれませんが、全てのメニューを切ってもらえるメニューというわけではないようでございます。自分で切りまして中開けていきましょう。こういう感じ。これを焼いてくるってことか。このミディアムレアのような状態で出していただきまして、熱々の鉄板の上で焼いて食べていくということでございます。見た目と音でこの時点でめちゃくちゃ美味しそうでした。この色合いということですね。もう私の中ではまた爽やかハンバーグに行って、次は切ってもらえるメニューを食べたいと思っていたところ、これが出てきた時はね、もうこれ十分だなと思いました。これ美味しそうです。さあ、ちょっとよく焼きにして食べていきたいと思いましたので、平たく切って火を入れていきました。もちろん美味しかったです。グッドポーズ。続いてブロッコリーやその他の野菜なども食べていきましょう。もやしもありまして、これもね鉄板の上で熱々になってて、ソースもいい具合に絡んで美味しかったですね。もう炒め物みたいになってて、そこにソースの混じってる感じ、これ良かったですね。続いてじゃがいもです。じゃがいもも大きめに入っていて、これ塩が合いそうだなと思ったんで、塩をかけて食べていきたいと思います。ポテトも熱々ホクホクで美味しかったです。グッドポーズ。ご飯やお酒との相性も抜群だと思います。これはこの焼き加減、このくらいがいいのかもしれませんね。初めて行ったさばやかハンバーグさんですが、次回はげんこつハンバーグを食べたいなという楽しみもできて、また来たいなと思います。どうもありがとうございました。はい、ということで行ってきました。めちゃくちゃ美味しかったです。グッドポーズでございます。ただですね、今回あの静岡県のさばやかハンバーグさんに来てですね、課題ができました。また来たいなと思います。今回完全に課題ができまして、今回できた課題というのは何かと言いますと、目の前で焼いてくれるハンバーグだと思ったんですけども、私が頼んだのはね、目の前で焼いてくれるタイプのハンバーグじゃなかったです。いや、もうちょいちゃんと事前調査もしっかりしておけばよかったですね。ということで、次回来た時は目の前で切って、それをぐーっと押し付けてですね、鉄板に押し付けて焼いてくれるのを食べに行きたいと思います。じゃあ今回はこれで終わります。でも本当ハンバーグ美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。